豊健次は、神奈川県横浜市神奈川区三沢西町にある、法華宗神門立の寺院である。3号は、法王照山。永正12年、三河国八名郡田兵衛を、本願の地とする田兵衛氏の一族である、田兵衛、周を守る元号は父元役の追善供養のため、本教寺の末寺として、三河国田米の地に、本建寺という寺を建立した。この父元役は、北条早雲と意気投合して、早雲の大使に協力した人物である。それゆえ、田兵衛氏は、後北条氏より、御由緒家という別格の扱いを受けていた。この元号も、家臣として活躍して、青木城主でもあったが、剃髪して隠居し、武蔵国久両北郡三沢に、当寺院を移転し、法王照山豊健次と名を改めた。しかし、天正18年、関白、豊臣秀吉の相模国小田原城攻めで、田兵衛氏の多くは、後北条氏と共に、歴史から消えた。田兵衛氏の強力な庇護はなくなったが、当寺院は繁栄した。豊臣秀吉の没後、征夷大将軍の宣言を受け、日本の権力が移った徳川家の下で、江戸時代に栄えることとなる。1720年に、老中、久世茂之の力などで、当寺院に、江戸幕府の許可が下ったため、団林を設置した。いわゆる三沢団林である。最盛期には、学者5棟、学寮25棟、学徒は300人を超えたという。かつては、52000坪に及んだ境内には、八重桜が見事で、喧嘩するなら、豊健次の花見まで待てと言われていたとされる。明治の火災、大正の関東大震災により、団林は廃止された。横浜駅より 2km ほどの地にある趣のある寺院である。総本山関東教区東京別院、新編武蔵風土機構神奈川宿青木町。豊健次が武蔵区に三沢へ移転した年については文献により異なる。ありがとうございます。